はいはい、どうもどうも、皆さん、こんばんは、マークでございます。本日もお夕飯を食べてまいりたいと思います。本日のお弁当は、本日のお夕飯は、いつもの通り半額。もうね、スーパー着いたらね、7時半とかだったからね。あれ、7時半は行ってないか。7時10分ぐらいだったからね。もうちょっと、もう何もなかった。お刺身、本当にあったの、安かったら買おうかなとか思ってたのが。お刺身あったらさ、ご飯とさ、食べれるじゃん。なんだけど、もうこれしか残ってなかった。はい、では、お疲れ様っす。ちなみに今日はね、あれ、サラダ巻きと、サラダ巻きいなりセットと、餃子と。で、これがね、田舎風けんちんうどん。これね。ちょっとうどんはね、食べるかどうかわかんない。食べれたら食べるけど。食べれなかったら、これこのまま明日の朝ごはんにしようかなと。本当はちょっと何か作ろうかなとか思ってたんだけど、あまりにも最近ちょっと手抜きすぎるかなと思って、自分で思う、ちょっと反省しちゃったところもあって、何かやるかなとか思ってたんだけど、残業になったし、惣菜です。いただきます。うん、やっぱりこのスーパーの餃子はうまい。どこのスーパーか言わないけど、おいしいわ。うん、焼きたてならもっと美味しいよ。煮こごい。うん、なんかちょっと寒い、ハイボール飲んだら急に寒くなってきた。寒い。ファンヒーターつけよう。このサラダ巻き美味しそう。うん。やっぱ酢飯はいい。いや、久々に食ったな。昔のさ、いや、久々の揚げも油揚げ買ってきて、自分で味付けしてさ、いや、久々作ってたんだよ。
最近あんまりポヤンなくなったけど。どうしようかな、この現地のとこ。どうしよう。明日の朝食べるか、今食うか。どうしよう。なんかな、これの半分ぐらいの量だったらな、いいんだけどな。とはいっても他に今食うもんねえもんな。やっぱりこれ明日の朝ごはんでしょ。これは明日の朝ごはんにします。あーよいしょ。あれを明日の朝ごはんにして、ちょっとキムチ食べたり納豆食べたりしておつまみです。キムチでしょ。ところさ、この前ちょっと安かったの、安かったから買ったのさ、これ分かる、大きな引き割り納豆が大きいんだってこれ、よく分かんないんだけど、大きい引き割り納豆なんだって。まあまあ、わかるかな、大きいんだよ、カットがね、カットが大きく切ってる。ではちょっといただきましょう。いただきます。大きく引き割りにするなら小粒納豆の方がいいね。今食べた感じの噛む感じが良くないこれ。業務スーパーのキムチうまい。うん、
納豆にキムチに発酵食品食べて、で寝る前いつもビオフェルミン飲んで寝る。美味しかった。それではごちそうさまでした。皆さん、またお会いしましょう。さようなら。